どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースを手掛けております。今回はよく聞かれる質問ナンバーワンの書店のランキングに入るために大量購入すべきですかについて解説したいと思います。毎週ですね、その対面だったりオンラインで皆さんとねやり取りさせてもらって、それぞれの事情に合った疑問とか悩みを聞いていただいて、それにアドバイスをさせてもらってるんですけれども、よく聞かれる質問ナンバーワンというのがありまして、もうそれがAmazonランキングや書店さんのランキングに入るために大量購入すべきですかということなんですね。中には出版社とのプロモーションの相談をしているときに、こういうやり方ありますけどって、出版社側から提案されることもあるみたいです。そうじゃなくても結構ね、Amazon キャンペーンだったり、いろいろこうランキング入りましたって情報を聞いたりするので、やるべきなのかな、どうなのかなとかですね、果たしてやった後の効果ってどれぐらいあるのかっていうふうにね、疑問に思われる方もね、多いんじゃないかなと思います。で、さらにですね、この大量購入してランキング入りっていうのをやるんだったら、どういうやり方がいいよというのをですね、解説したいと思いますので、ぜひぜひこの動画を最後までご覧ください。やらなくてもいいけどメリットはある、結論から言います。やる必要はないです。むしろ僕のスタンスとしてはおすすめしてないっていうのが正直なところですね。著者さんがやりたい、どうしてもやりたいよって言うんだったら、無理に止めはしないという、ちょっと消極的なスタンスというのが、ニュアンスとしては正しいかなという感じです。なぜかというと、もう買い取りとかアマゾンキャンペーンをやって、ランキングに入ったとしても別にその本が売れるわけじゃないからです。ランキングに入ってても書店さん側はこれは買い取りのやつだよねって分かってらっしゃるので、先週この本が1位だったから、じゃあすごく押していこう、たくさん平積みしていこうというふうにはならないわけですよ。ちなみにですけど、普通に売れて口コミとかでその広がっていってランクインしているのであれば、これは非常に望ましい状況です。もうこういったケースがあった場合はもうすぐですね、〇〇書店さんのなんちゃらランキング第何位っていうような情報を SNS でぜひシェアしてほしいですね。こういう本が売れてるっていう情報、これを何度も発信することで目にした人がへーって思って認知して、なんか気になるなと思い始めて、ちょっと買ってみようかなっていう風になってくださるので、本の発売後にいいニュースが続くっていうのは非常に良いことだし大事なことです。潜在読者の方の目に留まる機会を増やすっていうのがとてもね、反則に意味のあることなので、ランキング情報は二次利用する、じゃあやっぱり買い取りをしてまで狙うランキング入りっていうのは意味ないんだなと、そう思われた方も多いと思うんですけど、一応メリットがないわけではないです。メリットとしては二次利用するっていうのが考えられます。というのもですね、これはデータが出てるわけじゃなくて業界全体の人たち の肌感覚によるものなんですけど、増刷がかかるような本っていうのは全体の本当に2割あるかないかって言われてるんですよね。3万部以上売れる本なんて本当1割あるかないかだと思いますし、もう5万部とか10万部っていうベストセラーって呼ばれる実績を出せる書籍って本当にごく一部一握りの方しかないわけですよ。こういったある種の金看板を使いたいんだけれども、8割以上の本がそういった実績を出すことができないので、だったらAmazonさんのなんとかランキング1位とか、なんとか書店のランキング1位っていうようなものを、トロフィーの代わりにして使うことができるっていうメリットですね。だから例えばそのご自身のプロフィールのところに書くときに、なんとかって本出版って書くんだけど、正直増刷かかってない、売れなかったってなったときに、なんかそれだと寂しいなってことで、なんとかランキング1位つけとくみたいな、そういう使い方ですよ。でただちょっと注意喚起なんですけども、書店さん側がちゃんと了解している買い取り、何月何日に買い取りしますっていうのを出版社通して了解してもらっている買い取りのことはいいと思うんですけど、 Amazon キャンペーンに関してはあれは当然オフィシャルでやってるわけじゃないものだし、むしろ Amazon 側としてはそういうのやめてくれって、買ってくれる分には多分嬉しいと思うんですけど、そういうランキング操作を目的とした Amazon キャンペーンやめてくださいって出版社側にも通知というか手紙来てましたし、なんとかランキング1位みたいなのを使う時も1時間だけじゃなくて確か24時間以上とか、なんかその条件があったんですよ。これぐらいの期間でランキング入りしてないのであれば広告とかにも使わないでねっていうのを本当は言ってたんですね。なのでこのメリットとして二次利用したいよっていうのも考えるのであれば、やるんだったらですね、このリアルな書店さんでの買い取りの方をやった方がいいかなと思います。ちなみにこれちょっと打足ですけど、本音ベースとしては買い取りそのものはみんなありがたいんですよ。100冊200冊っていう数を出版社にから直接買い取るケースでも、書店さんを通して買い取るケースでも、やっぱり確実に売れるっていうのは
もうありがたい、それはベストセラーでいっぱい出してるような出版社だったり売れてる本屋さんでも、いや普通にありがたいって、それはもう助かるっていう認識なので、それ自体は本当に喜ばれることなんですけどね。では最後に、どうせやるならどんなやり方がいいのかっていうのを解説します。でその前に一旦お知らせです。オンライン出版セミナーのお申し込み受付中です。このセミナーでは YouTube では話していないベストセラーを出版するための企画の作り方、マーケティングについて解説しております。でさらに全ての受講者様にですね、西浦と一対一でのオンライン相談の時間もプレゼントしております。こんな内容の本を書きたいんだよねってアイデアですとか、来月発売の本についてのプロモーションなど何でもご相談ください。出版を目指す方、特にベストセラーを目指す方に大変好評いただいております。またオンラインではなくて直接会ってじっくり相談したいという方にはですね、東京神奈川での対面相談もご用意しております。セミナーも対面相談も概要欄にリンクをご用意しておりますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。買取保証で平積みを取る。この買取ですね、やるんだったらランキングではなくて、もっと売り上げに直結するものを取りに行きましょう。つまり書店さん店頭での平積み大展開です。でこれは出版社のマーケティング部にいた頃に、実際に書店様や著者様に提案したことがあるやり方なんですけど、売れ残った分を全部買取しますよっていうやり方なんです。つまりその対象の書店様に今50冊とか100冊の平積み展開をお願いするんですね。もちろんそのお店の一等地とかそれに類する場所での展開になるんですけど、でまずそれで3週間ほど売っていただきます。で3週間経って売れ残った分、これに関してはその著者さんが買い取りしますよっていうやり方です。このやり方だったら書店さんに少なくとも3週間トライアルしてもらえるわけですよね。でその3週間でいい場所に置いてもらえるので、読者に PR することができますから、それによってその間その売れて本当にその店のランキングに入ったら、それはもう本当の情報なので、書店さん側もあこれ積んだら売れるんだっていうふうに理解してくださる、だから本当に売れてる本なんだっていうふうに思ってもらえるんですよ。でこれ実際に本当に売れて3週間の展開期間終わった後に、何冊かは売れ残ってるので買い取りしますって話をしたら、ああ売れてるんで買い取りいいですって言われて、むしろ追加で注文くださいって言われたことも本当にあります。で残念ながらその売れなかった時のためにその著者さんの買い取りがあるから、リスクヘッジもできてるわけですよ。だからすごくいい施策なのではというふうに思います。なので、まとめとしては、そのどうせ買い取りをするのであれば、平積み100冊の、買い取り保証みたいな形のご提案がいいと思います。本当にただただ100冊買い取るよっていう提案になってしまうと、場合によったら本当に100冊の書籍が書店さんに到着することもなく、レジでのやり取りだけで済んでしまって、実際にその書籍は倉庫から著者さんのご自宅に送られてしまうなんてこともあるので、これはね正直あんまり見ないと思うんですけど、本当ただただ本を買い取っただけになってしまうので、すごくもったいないなと思います。では今回の動画のまとめです。よくある質問1、 Amazon や書店のランキングに入れるために大量購入すべきなのか。結論はやらなくてもいいけどメリットはある。ポイントとしてはランキング情報は二次利用できる、そして買い取りで平積みが取れる提案をすること、どうせやるならこの2つを見据えて出版社さんに提案してみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。本当対面相談でよくいただくね質問だったので、今回ちょっとね動画にしてみました。実際の対面相談ではもうこれ以上により具体的な施策ですとか、個別のあなたの事情とか出版社さんのカラーとかジャンルの特徴に合わせたいろんなノウハウをご提案してますので、ぜひぜひ安心してお申し込みください。というわけで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。面白かった、役に立ってた方はですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからも出版に関する情報やノウハウを分かりやすく丁寧に解説していきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。またコメントも随時募集しております。この動画に関することや出版に関することであれば何でも大丈夫なので、お気軽にコメントください。すべて目を通してお返事しております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。